listening to Shibuya Cross FM. Swing it, swing it, swing it, your dream.こんばんは。9月2日夜7時、今夜もアーティスト応援部のお時間です。マネージャーの大沢りさです。よろしくお願いします。この番組は日々夢に向かって走り続けるアーティストの皆さんを応援部員が時には優しく相談に乗り、時には厳しく檄を飛ばし、その道のりを応援していこうという青春エンタメ番組です。ニューカマーからベテランまで、邪魔だな。ニューカマーからベテランまで様々なキャリアの方を迎えして、さらにさらに幅広くアーティストを応援していきます。今日も素敵なゲストをお迎えしております。お楽しみに。それでは今日も元気に参りましょう。アーティスト応援部スタート。強く信じてつまずいてもスマイル、スマイル、響よ。スイング、スイング、スイング、スイング。思いがけない。はい、それでは改めてご紹介いたしましょう。キャプテンの早陽一郎さんです。バッキュン。なんかどうもこんばんは、タイヨチロです。バッキュン大きい、はい、バッキュン大きかったね。割れてるかな、音。勢いがありました、今日のバッキュンはね。勢いつけてこうね、本当に涼しくなったんで、はい、なんかこう涼しかったってか、寒くなった。ちょっとね、寒いぐらいですよね。しかも昨日雨が降ったから、しかも横殴り、ちょっと霧雨みたいな雨だけど横殴りだったんで、もうバシャバシャになって、風が冷たくて、もうもう朝起きたらさ、はい、逆に暖房使っちゃったもん。昨日、一昨日ぐらいまでエアコンだったのに、もう今日の朝暖房を使ってなんかあったかいの着てください、靴下履いて。おじいちゃん、はい、今日9月2日ですけど、はい、今日はじゃない、昨日のね。今日のテーマは、あー、今日のテーマ、ホームラン。ホームランホームランの音って何でしたっけ。カッキンじゃない。カッキンか、カッキン。明日9月3日がホームランの日なんです、はい、1977年のこの日、甲子園球場で巨人の王貞治選手が通算756号ホームランを打ち、それまでアメリカ大リーグのハンク・アーロンが持っていた世界最高記録を更新しました。2日後の9月5日に政府は初の国民栄誉賞を贈り、その栄誉を称えました。王選手は引退までに868本のホームランを打ったということです。アリさん野球好き？野球ね、私ね、一時期中学校3年生ぐらい、世代があるかな、中学校3年生ぐらい、すっごいあのジャイアンツファンの時期がありまして、あの結構毎日のようにやってたじゃないですか、ナイター中継とかをかじりついて見てたし、どっかご飯家族で食べに行って見れないときは、ビデオに撮って、あ、そうなんだ。2時間から2時間半。え、アディさんの時代は王長嶋。古っ。でも河合はいたんじゃない？あ、河合さんいます。河合さんいたよね。ファントの職人。ゼロ番。知ってるかな。河合さんね、本当にね、あのね、いいところでバント打つんですよ。そう、それでね、なかなかプロ野球でこうバントを食としてる人はいないんじゃない。しかもあのね、なんていうの、長打のあのスタメンたちの中で、ここぞっていう、もうバントが絶対必要って時に出てくるあの河合さんの職人。もうね、泣ける。やばいよ、でも、もうね、年代バレるよ。そうそうそう、年代バレる。そうなんですね。村田さんもね、2人いたんですよね、こうね。あの、ニュー村田さんと原監督がまだもう4番の、いつですかそれ。あれ、そんな前じゃない。原さんはいなかった。原さんはコーチ、うん、あ、もうそんな時でした、でした、でした。あ、長嶋監督で、原コーチ。僕あの西武ライオンズの、はいはい、あの塩崎選手っていう、塩崎選手で合ってるかな、あの、シンカーを投げる、とか好きでしたね。あ、そうなんですか。はい、へー。僕はでも野球、僕はどっちかというとサッカーだったので、はい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 、はあ、僕が小学校6年生の時に J リーグ開幕しましたから、バレる、すぐバレる、すぐ分かる、すぐバレるやつですね。 J リーグが出来上がった時に、いやー、でも野球、でも
まあ、サッカーも野球もですけど、まあ、サッカーもこの間盛り上がりましたもんね。そうですね、数日前渋谷大変なことで。野球だとやっぱ甲子園ですよね、僕的には。夏の、あ、そうだ、夏といえば甲子園じゃないですか。そうだ、そうですよ、泣きました、泣きました。ないだないだ。後付けみたいな甲子園。いや本当に、うん、本当にね、なんか最近の子はしっかりしてるなって言いながら泣きました。もうおばあちゃん。本当素晴らしい、お疲れ様でした。甲子園球児。お疲れ様です。高校野球。高校野球。球児たち。うん、いやーな、暑い夏でしたね。うん、で、うんって。はい、どうですか。そうかな。そうだですね、うん。ホームラン。うん、まあね、うん、ホームラン。うん、うん、うまいことつなげようと思ったけど難しかった。ホームランをね、ベタに言うとね、なんかホームランを打ってどうのこうのみたいな。そうそうそう、皆さんもそれぞれのフィールドでホームランを打ちましょうみたいな。言っちゃった。はい、ということでございました。はい、ホームランの日、草野球なんて明日いいんじゃないでしょうか。うん、そうですね。はい、というわけで今日もタイキャプテンと私、はい、マネージャー大沢で本日お越しの素敵なゲストをお迎えしておりますので、お楽しみに。この後すぐですよ。はい、はい、番組のフェイスブックページもぜひ皆さんいいねお待ちしてます。いいねしましたか。何度でもできますよ。はい、よろしくお願いします。いや、わかんない、それぞれの記事に。あ、ね、はい、お願いします。はい、はい、ではアーティストをご紹介の前にこちらお聞きください。 KCOR さんで For the Future 9。 Today's the day you set the for the future ね baby your dream 信じる心それだけあれば叶わない夢なんてない。 Today's the day そのまましてろ。いつか見た映画の主人公の弟のセリフだ。 AOB はたまたし選択の連続でたどり着いた今ここからどっちへ行こうか。 Today's the day 夢に見た明日を手に入れたいならその想いその覚悟決して手放しちゃいけない。 Today's the day to start for the future ね baby back your dream 信じる心それだけあれば叶わない夢なんてない。 Today's the day ご紹介いたします。本日のゲストは2回目の登場です。ハニーポケットの皆様にお越しいただきました。はい、ありがとうございます。こんばんは。イエーイ。こんばんは。それぞれのお名前も伺っておきましょうか。はい、2回目ですか。はい、あ、僕からですか。僕、はい、はい、キーボードの安と申します。よろしくお願いします。安さん。はい、ボーカルのアキです。よろしくお願いします。ドラムのリョウチンです。よろしくお願いいたします。いい声、いい声、いい声。バキュン。ベースのタクです。バキュンは割れるんですね、やっぱね。バキュン通りますね。バキュン、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 よくわかんないけど、ちょっとバキュンやったんですけど、僕のサバゲのチームに入らない。一応エアガン持ってます、俺。持ってます。いや、おかえりなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。1年と2ヶ月ぶりです。はい、はい、はい、お久しぶりです。ちょっとお久しぶりです。ちょっと変わって、はい、ねえ、はい、ちょっとメガネ取られて、はい、そこ、そこなんここもっと変わったことあるけど。まあね、そうなんです。まずメガネがね、メガネが違う、メガネも取られ、前回は、はい、5人、そうですね、5人で来ていただきましたね。はい、懐かしい。もうスタジオが前のスタジオでしたもんね。あ、そうですね、うん、はい、そうですね。はい。2ヶ月、1年と2ヶ月前だから7月。そうですね。7月。ギリギリ。ギリギリだったっけ？もうちょっとだった感じだったっけ？誰か教えて。ギリギリだったかな。結構あれですね。最後の方の。そうでした。うんうんうん。そうでしたが。
あ、まずご紹介しますか。そんな紹介文、ご紹介したですね。いつ紹介文読むんだろう。そうそう、私もね、そう思いました、そう思いました。まずはご紹介させていただきましょう。はい、心に陽だまり生まれる音をコンセプトにリスナーの心の温度がじんわりアップする笑顔の伝染ライブを届けるポップロックパーティーバンドです。はい、バケットの皆さんです。よろしくお願いします。パーティーバンドです。パーティーバンドです。パリバンドです。パリバンドです。いわゆるでね、はい、1年2ヶ月ぶりなんですけど、やっぱちょっとね、変わったことが、はい、ありますよね。そうですね、メガネだけじゃなくて、メガネだけじゃなくて、メンバーさんが、はいはいはい、新しく入りました。はい、りょうちんさん、はい、りょうちんさん、りょうちんさん、はい、ちょっと、はい、ドラムのりょうちんさんが、そうです、ドラムのりょうちんが加入しました。はい、ありがとうございます。ギターとドラムが抜けて、新しく、そうですね、メンバー、ギターさんとドラムさんが、うん、抜けられて、だから、2人分のパワーが、そうです、卒業して、1人にギュッと、そう、絞ってしまった。ドラム叩きながら、ギターも口で、口のギター、器用だ、器用だな、弓編みたいな感じね。え、なんかいろいろそのメンバーチェンジにも少しアーティスト応援部が関係しているというような、関係しているというような、そうですね、衝撃の事実、今日発覚しましたけど、発覚したんですよ。いや、あの後、まあなんかうちもね、アーティストの後日の情報とかをまあお知らせしたりとかすることがあるので、結構そのハニーポケットさんのホームページを見させていただいたときに、あれとあれとは思っていたんですけど、まあどうやらあれですよね、そのラジオの、そうなんです、ラジオのこの前、前回出させていただいた時の収録の後に、ちょっと話があると、ギターと、その日ですよね。そう、その日です。しかもその日はね、俺の誕生日だったんですよ。そうそうそう、誕生日で皆さんにケーキをね、サプライズ、なんか話があるっていうか、もしかしたらサプライズかよと、そうちょっとね、期待してたんですけど、なんだろうなって言って、悪い意味で裏切られて、そうなんですよ。まあ、ギターとドラムの当時のメンバーが、はい、ハニーポケット、次のワンマンライブでぐらいでやめさせてくださいみたいなことになりまして、なんと、あんなハッピーな、そう、しかもなんか当時のスタジオの上で、そうです、そうです、そうですね、どっかで移動するのもあれだったんで、そうです、上のまあ部屋があったんで、そこに行こうかっつって行って、で、まあケーキとかを食べようかって、誕生日だし、そうですよね、ケーキもね、そういう雰囲気じゃなかったんですよ。おっとっと、あれさっきまで番組出て結構ハッピーだった。そうそう、その時はね、結構楽しくやらせていただいたんですけど、で、その後もうちょっとギターの方が、実は聞いてほしいことがあるんですよっつって、なんかとつとつとかかり始めて、最終的にはもうなんかみんな号泣ですよ。あの後そんな感じだったんですね。そうですね、なんかごめんなさい。いや全然、ね、番組が悪いわけじゃないから、多分その頃ね、コーヒーとか飲んでね、今日も優雅に撮ってます、ね、放送だったなって言って楽しかったな。俺その後銭湯に一人で行って、シャワーでこう熱っ、俺今日誕生日だぞとか思いました。ねえ、本当ですよ。いやいや、まあでもね、まあ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 、復活自体はもうちょっと前、そうですね、今年の3月に自主企画ライブというか、ゴールド企画ライブで復活して、その時にドラムのりょうちんお披露目ということで、この4人の4ピース、そうですね、今は4ピースに、まあギターもちょっとサポートで入れながら、サポートで、そうですね、今正式メンバーはいないんですけど、まあでもギターレスとかもなんか結構似合いそうな雰囲気ですよね。そうですね、ピアノロックみたいな、そうですね、いろいろな編成でやってます。なんかギターレスって言われるとなんか自然となんかおしゃれな感じになる。イメージがなんかおしゃれかな。やってることがロックなんてね、なんか。そうですね。ギターいない。パリバですから。パリバですから俺ら。そうですね。にぎやかですね。にぎやかです。最近多いですね。頑張れ。こんにちは。はい、そんな新生ハニーポケットさん、はい、今日はお越しいただきましたが、やっぱりね、ちょっと今回は、まあ1年半、約1年2ヶ月ぶりなんですけど、やっぱ新メンバーのりょうちんさんをちょっとピックアップしていけたらなと。そうですね、ぜひぜひ。お恥ずかしい。まあ、アーティスト始めてどれくらいですかっていう質問に対して、まあ5年ぐらい。そうですね。で、その中で、過去1約1年っていうのが、そうですね、もう少しで1年ぐらい、ハニーポケットで。そうですね、お披露目は3月だったんですけど、入ったのは大体12月ぐらいに。あー、なるほどなるほど。まあ、じゃあもう、
あと1、もうすぐで。もうそう、2、3、3、4ヶ月ぐらいで。どうですか、この1年。いや楽しいっすよ。あでもね、もう目の輝きから伝わってくる。楽しいですよ。楽しそう。はい。パーティーバンドですからね。パリバですから。そうだ、毛足も、ね、毛足っていうんだっけ。毛足を。毛足楽しそうな感じで踊ってますよね。元々はなんかパンク系の。そうですね、もう熱量しきれみたいなバンド。それがやっぱりその女性ボーカルでの歌物というアニバケットさんの音楽スタイルで、ちょっとなんかこう話を聞く。聞いた限りだと、そういう歌物に合わせたドラミングっていうのが、ドラムプレイっていうのが心がけてるみたいな。そうなんですよ。なんで苦い顔するって嫌なの？嫌じゃないです。嫌じゃない。不安になるから。俺、ひそかにずっとやりたかったんですね。あー、そうなんですね。じゃあ結構、じゃあ、ヨチンさん側からしても、結構こう、望んでたバンド系。そうですね。やりたくて、いつやろうかな。解散してすることが決まって、速攻ばばばって調べて、あ、そうですね、前のバンドがね、解散が決まってからうちを探して、その日の夜に、即日多いですね。なんかもう待ってましたみたいな感じ。語弊があるんですけども、立ち直りはすぐなんで、起きたことはしょうがないですね。縁があったんですね。ありがとうございます。まあメンバーさんも言ってますけど、すごいよく食べると。ねえ、そうなんですよ。そうですね、食べる風にはなんか見えないですよ。なんかあんまり比較的なんかメンバーさんみんな、そうそうそう、あんま食べなそうな雰囲気なんですけど、結構僕らみんな食べるんですけど。あ、みんな食べる。そう、食べるんですけど、その中でも群を抜いて食べるのがドラムの領地ですね。健康的。そうですね、ガーッ一瞬で消化するタイプ。ピザのラージ。あ、行きます行きます。一人で。すごいですね。一人で。ピザのラージって辛い。ちなみに多分今いるこのスタジオにいる中で一番食べるだろうと思われてる僕は多分一番食べないです。よくありますよね。僕はがっかりデブなんで。ファッションデブ。ファッションデブ。好きが大変なんですよ。なかなかね、番組始めたちょっとね、やめられなくて。そうですよね、イメージありますからね。そうですね。いや、へえ、ラージまで結構いくの、すごいですね。すごい。好き食べるんですよ。いや、でもなんかね、こういう新しいメンバーさんが結構楽しそうなんで。はい、もうなんか会った、初めて会った時からもうすごい明るくて、よく喋るんですよ。もうメンバー、もともとメンバーだったんですよ。実は来たよね、みたいな。しっくりいきましたね。そういうのが、まあベースのタックもそうなんですけど、初めて会った気がしないぐらい馴染んでくれるんで、なんかどうぞ。ファミリー感がありますよね、ハニーポケットさん。ファミリーですか。確かに。ハニーポケファミリーですか。うん、ハニーポケファミリー、いいの入りたい。ぜひ、ダメですよ。いいですか。何役になろうかな。なんか前回もね、5人で、まだちょっと向こうのスタジオ小さかったんでね、前半後半に分かれてそうそう、立ってて。そうです、本当に。懐かしい。いえいえ。広くなりましたね、大丈夫。すごい。いろんな意味で一体感がね。あ、そうそう。いや、これハニポケットです。はい。やりました。ハニポケの、じゃあ他のメンバーさんも、この1年でどうなったのかなという感じなんですけど、まずタクさんは、そうなんですよ。カレー。あれ、前もカレーって言ってましたっけ？前、俺はもう生まれた瞬間からカレーが好き。生まれた瞬間から。離乳食カレーでした。お母さんがカレー出してたんですよ。そうそうそう。おっぱいカレーでしたもん。スパイシー。お母さんすごいね。おっぱいカレーでしたもん。そういう店みたいな。よくない。ダメ。なんか最近ちょっと病気。あ、ちょっとね、そうです、尿管結石っていうものになりました。いやいや、辛い。カレーもばっか食べてっからじゃないですか。そうなんですか。でもやっぱり食生活はあれらしいですね。でもカレーってなんかいろんなスパイス入ってたり、お野菜入ってたりね。むしろ新陳代謝良くないそうですよね。でもやっぱり塩分は多い。塩分ですかね。あとやっぱ体質もあるみたいですね。すごい結構大変だったんですよね、そのエピソードを。そうなんです。だから今回になったのはリハーサルのもうやってる時に、なんか腰が痛いみたいなことを言い始めて、リハーサル中に。リハーサルで、まあでもリハーサルだからどんどんまあ進めていこうって曲をやってるんですけど、どんどんなんか顔がもうなんか正気がなくなっていくんですよ。どこ見てんのかなぐらいになっちゃって。笑顔は一応作ってくれてるみたいな。あの時の記憶あんまないですね。やばい。痛みと戦って。その最後までやりきった感じですか。いや、途中でだからこれ救急車呼んだ方がいいよって言って。そんなレベルですか。一回休憩しようよって言ったら、ちょっと横になりますって言って、横になったらもう立てなくなって。横になんなかったです。
まあ、休憩の時にね、横になったら立てなくなって、もうこれ救急車でしょっつって、そんななんすね、本当に歩けなくなって動けなくなって、そうなんですよ、楽な体勢もなくて、そうそう、あ、何やっても痛い、何やっても痛い、腰が痛くなるんでしょ、腰が痛くなるんですよね、腎臓、腎臓の、はい、背中の方が、いや、わかんないですけど大変らしいですよ、皆さんもね、気をつけてください、お水よく飲んで、お水を飲みましょう、水を、はい、水分補給、そして、あきさんは、はい、まあ最近の重大ニュースというか、はい、なんかオフショルダーのトップスがオフしないっていう、そうなんですよ、はい、今日偶然最近のニュースなんですか、最近どこの話じゃないんですけど、そうそう、特に流行ってますよね、今日の話、そうなんです、ちょっとあのね、そうそうそう、なんか財布がっていう、もうそうなんです、なんか、うん、去年ぐらいですかね、オフショルダーが流行ってます、そうなんです、すごい流行ってます、今マネージャーも来てらっしゃる、着ちゃっていちゃいました、このお店のつけのように、悔しい、本当にね、もうさっきからずっとこのアンケート送ってる、もう完全にそれそういうことにしましょう、もうこういう感じのシルエットに憧れて、うん、試してはみるんですよ、うん、お店行って試着はするんですけど、うん、こんなに広がるみたいな、もうなんかおかしいそういう服がやめてみたいなね、そうそうそう、痛い痛い痛いって服が言ってるって思っちゃう、そうなんですよね、ゴムの限界値だ、硬くなる男性限界、まあ、落ちないだろうけどみたいな感じがあるんで、ちょっと私には向いてないな、サイズじゃないんですかね、あ、サイズ、どうなんでしょうね、うん、なんかでも、まあ、あんまり緩くても落ちちゃうし、だってギリギリのライン、外国の方とかで、そうですね、普通着てるから、うん、あるにはあると思う、似合わないってことなのか、シルエット問題そうです、肩幅広いんで私、本当にちょうどいい形とちょうどいい大きさ探しに行きましょう、うん、ぜひ今度伝授してください、はい、探しに行きましょう、はい、もうオーダーですね、オーダーメイド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 、ちょっと自分にあった自分が作るかとかね、オフするために大掛かりだ、次の衣装はそれで、これがそのオフショルそう、はい、切れたよみんなにオフショルダーっていう曲作ったそうですなかなかオフできないジャケットで切るみたいな憧れのオフショルダーで僕らも来ますからそうだ、来てきたオフショルダーやだやだやだやばいね、ちょっとドラム大変そうドラムもオフショルダーから肩 NG なんです、僕肩 NG なんです大変だ、そんなね、楽しい、そんな楽しい楽曲をやっぱ聴いていいぜひぜひ、はい、今回また新しい曲を、そうですね、はい、まず聴かせていただく曲、リボーンの呪文、はい、こちらの曲、どんな曲か、はい、リボーンの呪文リボーンの呪文でもそういう、あれですか、リボーンが、はい、英語の本当にリボーンで、はい、の呪文がカタカナなんですよね、そうですね、うん、はい、ハニーポケントの曲、割とカタカナ使うことが多いんですけど、はいはい、なんか漢字とかひらがなだと、うん、このものっていうものが限定されちゃうと思っていて、うん、でカタカナをするとなんか、いろんな意味に捉えられるかなっていうのがあってつけるんですけど、今回はリボーンっていうのは生き返るっていう意味と、はいはい、生まれ変わるみたいな、そういう意味と、うん、あとリボン、リボン、リボン結びのリボンもつながって いけるよって、そういう意味を込めて書いた、あ、そうです、リボンですはい、そうなんです、もうまさに、またここに復活できたことを、はい、まだまだまだつながっていけるよと、はい、生まれ変わった私たちでお届けできたらなという感じの前向きな曲になってます、はい、早速聞かせていただきましょう、ハニーポケットさんでリボーンの呪文、そんな簡単なわけない、それで
可愛い。なんかあれですよね、ロックなんですけど、なんかハニポケさんの曲はなんかちょっと透き通るというか透明感がある。感じがしますよね。なんかこの曲もなんかこう、なんかアップテンポなんですけど、なんかこう、なんて言ったらいいですかね、こうギラギラした感じはないですよね。あ、そうですね、狙い通りです。どっちかっていうとこう僕が曲作ってるわけじゃないんですけど、すごい勝手なイメージ、はい、雲の上でちょっと虹がかかってて、うん、その上でちょっとパーティーしてるみたいな、そうイメージなのよ。狙い通りです、狙い通りです、まさにそうです。狙い家具は白ですみたいな、そうそう、狙い通りで、なんかキャンディーとか刺さってる感じ、夢かわ、古なイメージ方のお菓子のクッキーも置いて、そう、置いてあります。そして、そんな曲が聴けるライブがはいございますよ。まず一番近いところで行くと、9月12日、はい、10日後、はい、下北沢のエラ、はい、はい、エラさんで、そうですね、でその5日後、うん、今日、京都ですね、はい、京都のファンジェイ、はい、ファンジェイ京都で、そしてそして、はい、9月30日、はいはい、高円寺ハイにて、うん、ワンマンライブが開催されます。そうです、ワンマンライブです。ありがとうございます。ワンマンライブやります。ワンマンやりますよ。高円寺ハイにワンマンライブやります。皆さん30日ですよ。オープンが、17時30分、はい、でスタートが18時ですね、はい、でチケットピアとかで、うん、いただけるというわけなんですが、はいはい、やっぱワンマンライブということで楽曲も、うん、多いです。そうですね、もりもりですね。5892曲、やばいね、もうね、はい、全部全部1秒の曲30分ぐらいで終わりますから。そうですね、やばい、でもやっぱりね、いっぱい曲やられて、はい、やりますね、はい、ハニーポケットさん自体は結構長いです、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、10年以上やってるので、そうなんですよ、うん、曲だけはすごくあるんです。多分前回もちょっとお話したかもしれないですけど、はい、僕も過去にそうですね、まあ、お会いしてはないんですけど、はい、ちょっとまあ接点がある、うん、そうですね、ニアミスしてます、ね、ニアミスしてもうでもそれがだって10年近く前、そんぐらい前の、前の、いやでもそうですよ、あ、そうか、そうですね、わーなので、わーなんで、まあ、やっぱ楽曲はすごいいっぱいあってありますね、中の厳選された曲が、そうですね、そうですね、新しいのから古いのから、うん、古いのもやりたいなと思ってますね、はい、その当時のそのね、うん、それこそ千葉にいた頃の僕ら、そうですね、なんか拠点が変わったみたいな、拠点が今の、ね、今ね、千葉もね、そうです、忘れてない、忘れてない、忘れてない、こっちこれはね、屋内ですよね、うん、大丈夫です、あ、そうです、屋内大丈夫です、前回ね、屋外に、うん、出ると必ず雨が降って、あ、そうなんです、そうなんです、屋外ライブは必ず雨が降って機材が大変なことになるって、そうなんですよ、気になる方 YouTube チェックでお願いします。はい、なるほど、今回はまあライブハウスなんでね、あ、そうです、よかった、最近今日は雨降ってないですね、そうですね、本当だ、最近結構そうだ、テンションが上がると雨降るって言ってましたね、そうなんですよ、あれ、そうだ、まだテンション上がってない、なるべく落ち着いていこうかなと思います。皆様にご迷惑かからないように、はい、これからですか、ね、ありがとうございます、助かりました、はい、お願いします。本当でしたね、お時間早いもので、そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。早い、ただですね、もう一曲お別れしながらお聴かせいただけるということなんですが、はい、こちらは何度か、うん、アーティストウェブの中でもかけさせていただいてますので、ありがとうございます、いただいた時に皆さんもおなじみかな、まあ、メインなんですね、はい、そうですね、うん、でうち の, あ の, かあの曲間の BGM とかでちょこちょこ使わせていただいて、お世話になっております。だからアーティストウェブを聴いてる方にとっては結構、うん、聞いた、あのバンドかっていう感じかもしれないですね、いつも僕らです、ぜひワンマンライブ来てください、あの空想ティーパーティーを今日は、はい、はい、いただきます。あの空想ティーパーティー、こちらは改めて、どういった楽曲かみたいな、あ、はい、この曲は本当にライブをイメージした感じの曲で、あの不思議のライブって不思議の国に迷い込むみたいなイメージが、うん、非日常みたいな感じの特別な空間だと思うんですけど、それをみんなで一緒にパーティーみたいに楽しもうっていう感じの曲ですね、うん、はい、あ、みんなでパーティーしながら、はい、聞かせていただきました。今日はハニーポケットの皆さんにお越しいただきました、ありがとうございます、ありがとうございました、ワンワン待ってます、はい、ありがとうございます。それではお聞きください、ハニーポケットさんで空想ティーパーティー。
の活動日誌。イエーイ。後ろ向いてて。これさ、放送には乗らなくてさ、はい、うちらだけがうるさいやつ、はい、後ろにやられる。はい、こちらのコーナーは応援ユニット仮入部がたくさんのアーティストを応援するべく、大キャプテンからの指令を達成し、そして時には無茶ぶりに耐え、部員として成長していこうというコーナーです。グダグダになっちゃった。今日も元気な仮入部のアイタンとサキリンとリカポンです。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。アイタンとサキリンとリカポンです。お願いします。お願いします。いや、この3人の時はうるさいチーム、はい、そんなでちょっと聞いてください。今日、うん、なんとこの3人、はい、三つ編みなんです。イエーイ。このテンション3姉妹、はい、この2人は三つ編みって分かるけど、はい、ポーさん三つ編みって分かんない。頑張った。確かにこの長さで三つ編みなかなか難しい。そうなんですよ。なんかあのさ、ちっちゃいさ、ショートカットのちっちゃい子がさ、お母さんに隣の何々ちゃんが三つ編みにしてもらったのを聞いてさ、三つ編みしたいって言って、あんたの髪の長さじゃ無理よみたいな。そう、だからすごい、なんか二人で三つ編みするって言ったらすごい言うから、やれ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 、やってもらいました。はい、かわいい。よくやった。よくやった。ありがとう。みんなありがとう。天才。なんかでもなんか、どうなんですかね、三つ編みっていいんですか、女の子からすると。え、何それ、どういう、いや、なんか、なんかあんまりなんすけどね、三つ編みって。え、キャプテン的にはなんか微妙な。男性、男性、三つ編みどうですか。三つ編み、三つ編み、三つ編み、三つ編みどう。あ、笑ってくれたから、笑ってくれたから。三つ編み、三つ編み好きな人も。三つ編み、でもなんかみんな笑ってくれたから、それはきっと多分やっぱ三つ編み合ってるよっていうことだと思う。あ、そうなんだ。三つ編みっていいのかな。ちなみに S ディレクター、三つ編みどうですか。ほら、やっぱ男の人にあんまり三つ編みって、まあアニメの中だけの話っていうか、あんまり見るの好きなんだけどな。でも、アイタン、あのツインテール以外で出るの多分初めてなんですよね。それもまあツインテールと言われればツインテールだけどね。なんか跳ねちゃうから、ピョンって、短いとピョンってなるよね。なる。はい。そっか、私好き。あ、そう。じゃあやっぱ女子受けかな。女子受けかな。そうかもしれない。ちょっと男の子には分からない。分からない世界があるんです。なんで、はい、続いていきましょうか。はい、それでは今週の部活内容発表していただきましょうか。キャプテン、今週の部活内容何ですか。今週の部活内容は2週にわたっての実践企画、この曲に歌詞を作ってちょうだい、作詞家体験グランプリ。わー、なぬー。今回は仮入部の部員たちに歌詞を作るということを体験していただこうという企画です。大、はい、キャプテンがこの日のために曲を作ってきたので、その曲のサビに各々歌詞を書いてきてもらいます。そして来週にその歌詞を発表して、キャプテンと私マネージャーでグランプリを決めたいと思います。ということですが、まずじゃあ、はい、楽曲聴いてみましょうか。はい、はい、いただきますかね。では曲お願いします。ちょっとね、民族
クチックな感じ、なんかワルツ、ワルツですね、三拍子の曲なんですけど、そうそうそう、まあいろいろね、考えたんですよ、やっぱ、はい、今現代っぽいアイドルっぽい曲も考えたんですけど、結構その早口が多いんですよ、アイドルの曲って。そうすると文字数の入れ方が難しかったりとかして、まあ最初にやるにはちょっと難しいかなということで、ちょっとまあ歌謡曲チックな尺取りでもあり、でまあ、ちょっとでもフックかけたいんで、ワルツ三拍子ですねで作ってみたんですけど、はい、はい、これの2のサビの部分に、うん、カイニウムのウィンたち、ちょっとまだサビの部分、サビの部分だけです。なるほど、はい、発表するときに、うん、ロング尺でやると時間が間に合わないんで、そうですね、でこの3人と、はいはい、一応、今日来てないカナゴンと、うんうん、梅地にも参加してもらおうと思っております。はい、でこれに関してはちょっとまだあの連絡取り中ですけど、ちなみに言うと来週もこの3人なんで、ということで、はい、まあ基本的には一人で作ってもらうんですけど、ラカニームのメンバーが一人一人ショールームという配信サイトで配信をしてますので、はい、そのショールーム内で、まあ、視聴者の皆さんと一緒に、こんなんどうだろうみたいなことをやるのは OK です。お、ただ S ディレクターからの指令で、まるまるどっかの誰かさんみたいにまるまる自分の力じゃないものを採用するのはダメというあ、でも自分で考えて、うん、なんかリスナーさんと一緒に作るのはありですよみたいな、助けてください、はい、お願いします。なのでね、個々のショールームも見に行っていただいてね、はい、こんな感じで曲が出来上がって、だから曲はもう1個しかないけど、うん、各々の歌詞が変わるわけですから、すごいなんか、うん、変わるでしょうね、うんうん、なんか1週間の宿題みたいな、そう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 、だから来週までに持ってきてもらうみたいな感じかな、うん、はい、という感じなんですが、やっぱりね、初めての作詞だと思うんで、はいはい、うん、中学校の時とかによくポエムとか書いてた女の子じゃない限り、いたじゃないですか、ノートに、ノートにポエム書く子、はいはいはい、じゃない限り、まあ、初めての作詞だと思うので、だからじゃあ、ちょっと今、残りのカリニウムの時間で、なんかこう、どうしたらいいかなみたいな質問があれば、お答えしますが。はい、はい、はい、腕柔らかいな、もう上がって、後ろでなんかはい、はい、そもそもの、作詞の、作り方っていうか、なんかどうやって基本的には何から取り組めばいいのか、あれは曲を聴いて、そうですね、まあイメージを膨らませるイメージっていうことが大事で、もうこれも作詞のやり方人それぞれ違うと思うんですよ。結構その描写をこう好きだっていう気持ちをこう伝えるタイプの作詞家さんもいれば、僕はどちらかというとストーリーメーカーの方で、ストーリー仕立てに歌詞を書いていくっていうタイプですね。起承転結みたいな感じですか。そう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 、この一曲の中でこういった物語が展開されるっていうのが、そうだな、有名なところで言うとバンプオブチキン、結構曲が物語になってたりとかする。僕もどっちかというとそっちが得意なんですけど、まあその好きだとか好きだけど会えないみたいなのをこう描写として歌う歌詞っていうのもありますよね。なんかテーマ決めるみたいな。そうだね、そう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 、テーマ、なるほどね、うん、だから簡単に言えばこの詞を通して何を伝えたいかっていうゴールを先に、伝えたいか、伝えたいこと、そう、何、ゴール、伝えたいこと？そう。だからなんか白米が美味しいとかでもいいんじゃない？それにするですね。それにするっていう。だそれだったらなんかこう白米のその、なんだろう、俺だったら結構ストーリーメーカーだから、まあ A メロ B メロ今回はないんであれだけど、A メロ B メロの時はそのね、種米から始まってみたいな感じで、それでサビで回収して食べるみたいな。なるほど。はあ。っていうのでもいいし、米って書いておこう、米、本当に米で作ってきたみたいな。まあだからそれ以外でもまあやっぱその好きだっていうことを、その恋愛を伝えたいとか寂しいを伝えたい。じゃあなんかあともうじゃあ私からもいいですか。なんか
そのなんか今テーマ決めるとかあったじゃないですか、うん、なんかその作詞する上でなんか気をつけなきゃいけないこととか、うん、気をつけることとかって基本的に今回の曲に関しては曲線という曲が先にできてる状態なんですよ、うん、なので、文字数かな文字数まあ、シラブルとかって呼ばれるんだけどシラベルちょっとねこれはあの難しい話になっちゃうんでこれは一回すっ飛ばすけど要はあのララ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 ラっていうこのラの部分に文字を当てていくわけじゃない、うんうん、そうだからその文字数を合わせてララ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 ラ最初のラララララララ5文字のその5文字とかに何か当てはまるように作るとかちょ、まあ、でもこの曲は多分そのまま続けて歌詞にもいけちゃうけどだ最後のラララララララって部分がラララララララこの7文字で何かの言葉を伝えなきゃいけない五七五みたいな感じですかなんかちょっと違うけどまあでも例のあれが出るのかななんだっけ坊主頭っていう感じかな、だから文字数に気をつけるはい、文字数気をつけるちょっと時間もあれだから、ボンさんなんかある？私の場合はなんか1週間じゃないですか、私たち作ってこなきゃいけないの、うん、普通って1週間とかなんか2週間とか期間ってあるんですか？いや、多分どのくらいで作るんですか？作詞家の方にもよるけど作る人はもう何時間とかで作るんですか？嘘！1曲ですか？そう曲に関しても原曲かと呼ばれるだからアレンジする前の原曲の段階では、うん、結構歌い出まで早い人でもう6時間とか6時間、うん、はぁ朝起きて寝る頃にはもうある程度もう曲としてまとまってるみたいなっていう状態なので、れれれれれれあれれれだからまあ1週間あればでサビだけだからねしかも一番のうわなんかすごいなんかプレッシャーが入ったよな、まあ、だかららしさが出てれば一番面白いじゃあもう自分らしさで一応ですね来週の発表の仕方はちょっとなんか面白いことを考えてますへぇはい、はい、楽しみ、はい、まあそんな感じで頑張っていただこうかと思います。初めてのね、はい、宿題企画なんで、はいはい、皆さん助けてください。助けてよろしくお願いしますということで、今週の部活動はここまで。お疲れーニューム。ではカリニューからのお知らせです。はい。私たちカリニューブはいろいろな場所にお邪魔して頑張ってる皆さんを応援しています。今度はあなたの街に現れるかも。この赤と黒の学ラン姿を見かけたら気軽に声をかけてくださいね。みんなが頑張れば間違えました。みんなが誰かを応援すればきっと世界は頑張れる。はい、そして番組終了後8時30分からショールームを配信します。放送内でお伝えしきれなかった本日のゲストハニーポケットさんの魅力も私たちがさらにお届けいたします。見てね。はい、以上カリニューブのコーナーでした。アルファエンタープライズ、どうやら私はここまでのようだ。招待状、私に構わず先に行け。そんな、無事に帰ってカラオケに行くって約束したじゃないですか。え、そうだっけ？歌は生きる力になる。あなたの歌いたいを応援する会社、アルファエンタープライズ。はい、というわけで番組もそろそろエンディングでございます、はい、うん、
ここで番組からのお知らせです、はい、アーティスト OM では番組に出演したいアーティストを募集しています。お家で聴いているあなたもすぐそこで見ている あなたも次戦他戦は問いません。応援したいというアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティストこっちかアーティスト応援部もしくは a-oenbu.com で検索してください。出てなかったか見えてない、はい、はい、ぜひ応募してください。お待ちしてます。はい、ということでした。なんかいやいや、うん、まさかね、前回の放送の後そんなことが行われてるとはつゆ知らず。変わったんですねっていうのは知ってたけど、うん、まさかね、まさかあの日だったとあの後だとは思わない、ね、あのね、あきさんは、うん、スイーツジャンキーって、うんうん、なんかすごい甘いものがお好きってさっきおっしゃってたんですけど、うんうん、あの番組終わった後に出演後、うん、お外に出られてて、うん、皆さんで、そう、あの前のスタジオの隣にあったクレープ屋さんでクレープを食べ召し上がってて、それをガラス越しに見て、うわ仲いいなって言ってたんだけどね。クレープのね味が、はい、クレープの味。まあでもね、今はなんか新しくこう、はい、本当ですね、うん、パーティー感も増してますから、パワーアップしてるはずですよ。りょうちんさんのなんか雰囲気がね、うん、なんかまたこうなんて言うんだろう、明るく、うん、こうポップにさせてもらう、ね、あれですね、なんかドラムの方って基本的にそういう感じの方多いですよね。なんかうちの番組に出ていただいてバンドの方はい、はい、大体なんかドラムの方がちょっとこうフックかけてくる感じのバンドが多いかなと思うんですよ ね、やっぱ後ろからこうバーンとこう起爆剤っていうかね、まあ、だからね、日頃ね、やっぱりこう表に出ない分、うん、はいはいはい、こういう場所でバーンっていうのが多いのかもしれないですね。意外にドラムの人が喋るバンドって今多いですからね。面白いな、なんかいろいろそういう、うん、なんていうの、ハニーポケットさんも、うん、歴史というか、うん、こう、うん、一緒に進んでいけてるかわかんないけど、ね、いけてるような気がして、うんうん、そういうのなんか嬉しいような、番組もね、3年目分かってないですよ、そう3年目ですね、うん、そう3年目だ、うん、3年目を迎えてますから、うん、はあ、なんか懐かしがっちゃったらもう、そうですよね、本当になんかね、YouTube 見返すのもなんか懐かしいなって見返せるようになって楽しくなります。そうですね、皆さんも一緒に懐かしの、ぜひぜひ、はい、懐かしんでください。いつも見ようかな今日は、うん、はい、ということでございました、はい、涼しくなりましたので皆様暖かい格好でお休みください、うん、むしろちょっと寒くなってるからね、そうそう、気をつけた方がいい、風邪ひけますよ、うん、お腹冷やさないでね、お腹出してる私が言うのもなんですけど、はい、腹巻きして寝てください、はい、ということで、うん、また来週もお待ちしております、はい、さようなら、バイバイ。日々をただ進んで大事なもの過ぎて出会いと別れを繰り返してすれ違う人波に流されそうになる